レズリーです。コルネオさんに報告があって来ました。ほひ一人か。はい。ほひアバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろうが。すいません、そのことで報告が。レズリー、これが何で隠れてるか知ってるよな。アバランチの子猫ちゃんにしーっと喋りすぎて神羅に睨まれちまったんだよ。プレートがダガガガガーンでもっともっと被害が大きくなるはずが、あいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがって。ここだけの話、シンラはミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ。俺はそこで神聖ウォールマーケットのドンになるはずが、今はお尋ね者を。レズリー、お前には新しい店を任せようと思ってたのによ。残念だよ。さーて問題です。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのは一体どんな時でしょうか。勝利を確信している時。正解。本当にそうか。ほひお前ら、七番街の件詳しく聞かせてもらおうが。てめえふざけてんのか。ほひ残念。でもふざけてないんだな、これが。それじゃあブスちゃん、あとはよろしく。やろ。まずはこいつを黙らせる。
連携しよう。俺の見せ場だ。頼られちゃな。いけんだろ。私に任せて。もっと頑張ろう。備えておこう。気をつけてね。引き受けた。俺の見せ場だ。引き込んどけ。こうやってやんでいい。このまま
までは。はい、くっ、はい、くっ、そこだ。どけどけ。一緒に暴れようぜ。これでいける？そうだ！よっしゃ！いけんだろ。頑張るね。アテルシティ邪魔だ。そこ来い。邪魔よりにしてる。引けば大丈夫か。コルネは。すまねえ、逃がしちまった。そうか。また探すさ。どうせ他にやることもない。探すのはコルネオでいいの？大事な人なんでしょ。いなくなってから気がつくんだよな。お前はまだ間に合うだろう。花言葉、どういう意味だったんだろうな。再会だよ。え？花
花言葉は再会。あいつを探すのが先だな。うん、ありがとう。おっと、約束忘れてねえだろうな。分かってる。あった、地上に出よう。上へ行く方法を教える。ああ、思いっきり息ができるぜ。こっちだ。ワイヤーガンだ。打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができる。あの壁を越えれば七番街だ。ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだ。あくまでも上昇用だ。一度上がると戻れないと思っておいた方がいい。上に行く前にやりたいことは済ませておくんだな。ありがとう。俺たちもな、人を探しに行くんだ。そうか。会えるといいな。あんたもな。行くか。うん。先に逃げてきた連中はもう出発したんだろう。出遅れたか。避難場所が埋まってないといいが。
や、あんたたち。スラムエンジェルからだ。七番街のために使って、だって。スラムエンジェルって、あのスラムエンジェルかい？あんたたち会ったのかい？いや、人捨てに受け取った。へえ、スラムエンジェルがね、ありがたいね。ん？大事に使わせてもらうよ。そうだ、これあげるよ。あんたたち使うだろう。どうだい、少しは片付いただろう。俺たちの町だ。俺たちが何とかしねえと。そうだな。受けてやったぜ。ほら行け。子供たちが戻ってきました。ありがとうございます。もっとしっかりしないと子供たちに笑われちゃいますよね。七番街で事故が起こったんだって。マテリアは災害時にも活躍しますよ。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。
幸せに一歩近づいたっぽ。何でもやさん、聞きましたか？スラムエンジェルがコルネオの財宝を7番街に配ったんです。かあ、さすがスラムエンジェル。私ね、決意しました。活力新聞辞めてフリーになります。スラムエンジェル専属記者になるんです。というわけで、また何でもやさんの力を借りるかもしれません。その時はよろしくお願いしますね。義足ならこういう状況だからこそ動くはずです。はいやコルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。そういや、陥没道路で派手な扉を見たって聞いたね。そういえばエアリスの姿が見えないね。あの子は心配ないわ。きっとどこかで誰かを助けてるんだ。Thank you.
私見たんだよ。死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。本日も闘技場はここだけの話。コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。ここだけの話。コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。ようこそウォールマーケット1の武器屋へ。どうぞごひいきに。ここだけの話。コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。おーい！ああ、助けて！おーい！あ、てめえ！じゃなかった。あなたは、頼む、助けてくれ。助かった！神羅の連中がどかどかやってきたと思ったら、情報をリークしただの役立たずだの言われて、このざまさ。それじゃあ、アバよー！